ティ2020グランプリを受賞しました、フェリス女学院大学3年生の南波遥です。神奈川代表になってから9ヶ月間ずっと日々精進して自分のやるべきことをやってきていたので、結果発表の時はすごくドキドキしたんですが、取れた今はもう本当にすごく幸せです。ありがとうございます。自然が豊かだし、しかも都心にも近いのですごく交通の便もよく、どちらも兼ね備えているところかなと思います。住みやすい県、私の中で第1位です。大事にしていることは今という時間を大切にすることです。私は大学受験で第一志望の大学に入学できずに、今のフェリス女学院大学に入学をしました。そこで受験勉強で時間を大切にすることができなかったのですごく悔しい思いをしたのですが、今の私の生活はたくさんの挑戦や失敗や成功にあふれています。ありがとうございます。将来の夢はアナウンサーになることです。私の家の近くに警備員の方がいつも立っているのですが、そちらの方がいつもおはようと声をかけてくれて、すごく当たり前というか普通のことなのかもしれないんですが、すごい私はそれによって一日を元気にスタートさせることができます。私もそんな風に誰かの一日の初めにこの笑顔で幸せを届けられるような女性になりたいと思っております。